あのゴールは特に自分の特徴が活かせたゴールだったのかなっていうのがあって、お客さんが湧いた瞬間にこうなんかゾワッていうか、はい、正直あの試合中に出てたんですよ。あ、はい、テレビでも出てました、はいはい、いやもう正直すごい悔しいです、うん、やっぱり最高なチームだった。今回のゲストは、女子ワールドカップで見事大会得点王に輝いた宮澤ひなとさんです。よろしくお願いします。大会得点おめでとうございます。ありがとうございます。実はそれを祝して花束を用意しました。ありがとうございます、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。改めて感想を。すごく嬉しいですし、光栄なことだなと思うんですけど、本当に正直実感がなくて、はい、自分でもこう頭が追いついてない状態です。あ、そうなんですね、はい、でもみんなから祝福の声だったりいろいろ言われてるんじゃないですか。はい、すごくたくさんお言葉をいただくんですけど、こう自分自身ここまで点が取れるとは思ってなかったですし、まあ、結果として出たっていうだけで言ったらあれですけど、はい、本当にそういう感覚だったので本当に実感がないままっていう感じです。どうでしょう、大会振り返ってその5ゴール、右足が2点で左足が3点なんですが、どのゴールが一番印象が残ってますか。まあ、やっぱりスペイン戦の2点目ですかね。ああ、の右足で豪快に振り抜いてですね、はい、どういうところで印象が残ってます。本当にどのゴールもチームのみんながいたから取れたゴールだと思ってますけど、あのゴールは特に自分の特徴が活かせたゴールだったのかなっていうのがあって、まあ、奪ってからハーフラインぐらいから一気に加速して、まあ、うまく植木選手が時間を作ってくれていいタイミングでボールをくれたので、まあ、冷静にというよりかはすごく無心で足を振ったというか、あそこで会場が沸いた瞬間に、ああ入ったんだっていうような、自分でもこう打った瞬間というよりかはお客さんが沸いた瞬間にこうなんかゾワッていうか、あ、はい、ああ入ったんだっていうようなあの感覚が忘れられないのがあの2点です。僕もあの5ゴールで選ぶんだったらそのゴールですその理由はあのシュート前のファーストトラップが最高だったと思います。ちょっとあのファーストラップに惚れ惚れしましたどうでしょう、そのこのスペイン戦、こういうメンバー先発と相手の布陣なんですけど、あのスペイン戦はもう戦略通りでした。そうですね、やっぱり上手い選手が多いのは分かってましたし、うん、ボールを持たれる時間帯というのが長い、だからこそ自分たちがこうボールを保持する時間というのは短いというのはチームでも分かってたので、うん、持たれてるというよりか持たせてるっていう感覚で全員やってて、でも取った後こう相手の選手が前がかりになることはこうまあ分析でもこうチームとしても共通理解ができてたので、本当にこう攻撃の回数っていうのは何本かしかなかったですけど、それがこうチームとしてみんな理解した上でのまあ前の選手としてもしっかり決めきれたっていうのはまあ嬉しかったですし、本当にチームとしてのこう戦い方、狙いがすごいいた試合だったじゃないかなと思います。やっぱり印象的なのは、一発目、13分ぐらいですかね、最初のカウンターで先制点を取れた、これがもう相手に与える精神的ダメージは相当大かったんじゃないかなと思うんですよね。本当に苦しい時間帯が続いてて、うん、正直あの試合中に出てたんですよ、ポゼッション率が。あ、はいはい、テレビでも出てました、はいはい、でこう、まあ、方向的に見えちゃって、あ、こんなにパス本数回されてるんだなっていうのがちょっと頭の中によぎった瞬間もあったんですけど、はい、それこそこうサキさんから途中にパスが入って、うん、はい、ここからアーリークロスの形だったと思うんですけど、こうですよね、はい、まあ、そういう、こうサイドからのアーリークロスっていうのはこう前の試合から得点、ガンビア戦もそうですし、うん、そういう形がすごい多かった中で、こう
ど、自分自身この試合が多分初めて右サイドで、はい、そうですね、いつも左だったので、まあ、ちょっと景色とかは違ったんですけど、まあ、そういうボールが入ってきたらすごくチャンスだなっていうのはありましたし、こう準備左利きで常に前を向いてくれるので、あ、出てくるなっていう感覚があった中で、こうリコが一発目に動き出してくれて、でもリコはボールをもらう本当にそういう動きで出たと思うんですけど、出てましたね、はい、本当に何かあった時というか、同じぐらいのタイミングでこうボールを要求 しててよかったなというか、そうなんですよね、あのこのボールを持ったとき、植木選手も走ってる、こうやっぱり後方で植木選手の動きを見ながら、ほぼ同じスピードで、こう、2人が来てた、やっぱりそこで、ちょっと植木選手からすれば、ボール長かったんですけど、やっぱりいいタイミングでいましたよね。うん、いや、よく先を読めてる、やはり状況判断の良さが、ちゃんと出た先制点かなと思いました。まあ、もうあ来たっていうような感覚で、でもあの瞬間すごく冷静に入れたというか、まずファーストタッチで相手の前に入ろうっていうのはあの瞬間頭の中で切り替わって、いざこうキーパーと一対一になった時にこう左足に置いてたので、ファーに打った方がスピード的には速いけど、こうなんかあの瞬間すごいキーパーを見ちゃって、でも見えてたってことですか。そうですね、冷静になんか瞬間はいつも以上に落ち着けてたかなと思います。でも宮澤選手のゴール、このスペイン戦の先制点もそうですけど、もう一つはザンビア戦の先制点入ったと思ったら、ちょっと実はオフサイドでした、ちょっと嫌な流れかなって中でも、ああいうザンビア戦でも先制点で、スペイン戦でも先制点、今大会チームに流れを呼び込む原動力になったかなと思うんですけど、いや本当にそれだったらすごく嬉しいですけど、こうこの大会通じてチームとしての狙いだったり、まあ、相手によって戦い方が変わってるっていうのをこう見てくださる方々は分かってたと思うんですけど、本当に初戦まずは入りが難しいっていうのはみんなが理解してた中でも VAR が多かったので、こうもう前に行きたいけどなかなか入らないし、でも1点取ったらちょっと落ち着けるのかなっていうのもあった中で、なんかオフサイドに引っかからないようにっていうのはありましたけど、こう若干こう 1.5 列目にいるので、ギリギリかからないように工夫ができしやすいというか、やっぱフォワードの選手って常に最終ラインにいるからタイミング的に難しいと思うんですけど、その選手を見た上でのタイミングの取り方とかもあるので、まあ、なんか本当にこういろんな選手の連動があったからこそああいう場所の間と思いますし、全員の理解があったからこそ点が取れたかなと思います。このベスイドの結果をどう受け止めてますか。いやもう正直すごい悔しいです。やっぱり最高なチームだったので、みんなと笑って終わりたかったですし、あのスウェーデン戦1試合勝ってたら残り2試合みんなでできたっていう、やっぱそういうところもありますし、こう日本中が盛り上がってくれてた中で負けたら終わりっていう、やっぱ緊張感だったりこう責任感だったり、やっぱ少しずつですけど重みが増してて、やっぱ結果を残せばいろいろなところで影響があって、やっぱそういうのは選手としても分かってたので、相手にすごい押し込まれてた時間帯も長くて、ボールを取ってからもこうあまり落ち着いて回せなかったっていうところでは、こうもうちょい前の選手として何かこうチームに勢いづけられるプレーがあったらなっていうのはやってて思いましたし、やっぱりあそこで負けたっていうのは自分たちに何か足りなかったところがあって、やっぱりそこを勝ち進むにはもっと成長していかなきゃいけないんだなっていうのは、を強く感じました。いやもうみんな勝ちたい気持ちがすごい強かったですし、みんなとこで負けてられないっていうのはあったと思うので、個人的に実際とはアンダー世代から違ったので、そうですね、熱い監督っていうのは勝ってましたし、一サッカー選手としてやっぱり勝ちたい、もっと上に行きたいと思うのが強いので、チームが一つだなっていうのは試合を重ねるごとに